このふるさと水祭り、そしてよそこい水場をご提供できるかと思います。はい、さあそれではですね、まず今日踊っていただきました40チームに関していろんな思いを、はい、ここで表現させていただきたいと思いますね。はい、ということはどういうことですか。表彰式。はい、そうです、表彰でございます。はい、ね、どんな表彰があるか分かりません。オリンピックのように、点数をつけて、ナンバーワン、ナンバーツー、ね、チャンピオンを決めるではないですね。ではないんですか。はい、私もそこら辺の情報はないんですけれども、はい、そこら辺の、ね、説明は、元実行委員長近藤よろしく。はい、はい、それではあの表彰の方に今から移させていただきたいと思います。毎年ですね、たくさんのチームがこのふるさと水祭り、そしてよさこい水祭り、2019に参加してもらってます。そこで、まあ、いろいろ演舞が良かったり、それとも、他のですね、衣装が良かったり、元気があったり、いろんなところへんで、見させていただきました。でそこで、10チームのですね、チームに、まあ、本当は皆さんに、どのチーム素晴らしかったので、たくさんのチームでみんなの全員渡したいんですが、まあ、ちょっと数を絞らないといけなかったので10チームとしてさせていただきました。じゃあそれではですね、早速表彰のチームに移らせて、発表に移らさせていただきたいと思います。はい、まあ、その前にプレゼンターである、轟実行委員長、お越しいただきますようお願いいたします。よさこい水間2019、実行委員長轟実行委員長でございます。よろしくお願いいたします。では轟実行委員長、ご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは。本日は各地より38チーム、39チームのチームの皆様、よさこいチームの皆様、本当に来ていただきありがとうございました。ただいま近藤さんより言われましたけれども、本当全部のチームに賞を持って帰っていただきたいんですが、何せ大人の事情でですね、10チームのみということで、残りのチームの皆様は、この水間祭りよさこい水間2019の楽しかった思い出を持って帰っていただきたいと思います。よろしくお願いします。またこの、水間祭りに関して、本日来ていただきましたチームの皆様はもちろんですが、地域の皆さん、また、今日久留米市の、水間総合市長の役長の皆様方、もう皆さんの協力でこの祭りも出来上がってきたと思います。本当どうもありがとうございました。それではこれより賞、を、授与したいと思います。はい、まずはですね、申し込みが一番早かったチームです。久留米よかたいさん、お願いします。チームの代表2名ステージへとお越しください。はい、お願いします。で、どんどん行きたいと思います。続いて一番申し込みが遅かったチーム、こっちのスタッフ中瀬のチーム、画伯転生の皆さん、2名ステージへとお願いします。いらっしゃいましたら前の方お願いします。あとは遠くから駆けつけていただいたチーム、準大連の皆さん、おそらくもう帰られてやると思いますが、いつも遠方から兵庫県から来ていただいております。おそらく5、6時間かかるんだと思います。もう一つ、鹿児島の方から来ていただきました薩摩源氏ボタルの皆さん、おめでとうございます。今呼ばれた方のチームの方々、代表者の方、ちょっと前の方にお願いします。呼ばれたチーム代表2名ステージへとお願いいたします。はい、じゃあどんどんとりあえずチーム呼んでいきますね。続きまして、これはですね、多分初めてじゃないのかな、もしかしたら久しぶりに来られたチームだと思います。
桜の皆さん。ちょっと長崎から一喜一憂の皆さん。あと非常に元気があって演舞力強く会場を沸かしてもらったチームを発表します。草屋のキッズビックスの皆さん。九州看護福祉大学突破隊の皆さん。福恋連の皆さん。そして、エントランス電通の皆さん、おめでとうございます。呼ばれたチームの代表者の方、前の方にお願いいたします。もう一度チーム名呼び上げます。薩摩源氏ボタルの皆さん、画伯天聖の皆さん、さくらの皆さん、一喜一憂の皆さん、久留米よか隊の皆さん、草野キッズビクスの皆さん、純大連の皆さん、九州看護福祉大学突破隊の皆さん、福恋連の皆さん、エントランス電通の皆さん、順不同でご紹介させていただきました。チームの代表2名はステージへとお願いいたします。来るで横田井のお願いします。はい、一番初めの申し込みということで今日はありがとうございました。一言なんですか。皆さんお疲れ様です。まさか一番目に申し込んだとは全然知りませんでした。来るで横田井ありがとうございました。続きまして、画伯転生の皆さん、はい、申し込み忘れてまして、もうプログラム作る直前だって電話やったんですねけど、来ていただきありがとうございました。関係各所並びに全ての皆様に陳謝いたします。申し訳ございませんでした。順大郎さんにも変えられているということなんで、薩摩源氏ボタルの皆さん、はい、どうぞおめでとうございます。いつもいつもトークをしていただいて、いつも九州の一番南の鹿児島から本当ありがとうございます。
本当にありがとうございます。今年は大会で賞を取れる機会が少なくて、この水間の大会で賞を取ることができてとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、九州看護福祉大学突破隊の皆さん、はい、今日はありがとうございました。はい、いや本当嬉しいです。このような素晴らしい賞をもらえて突破隊一同元気が出ます。本当ありがとうございました。ありがとうございました。そして、副コイ連の皆さん、いつもいつもありがとうございます。いや本当ありがとうございました。本日は誠にありがとうございます。また来年もぜひ参加させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、そして、最後、エントランス点数の皆さん、華やかな演舞ありがとうございました。毎年本当に楽しく演舞させていただいてます。また来年も頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当にたくさんのチーム来ていただいてですね、本当にまたこの水間に来て、いただいたチーム、また来年も来たい、また水間に遊びに行きたいと思えるようなですね、ことを我々またやっていきたいと思いますので、また今後ともですね、ご支援のほどよろしくお願いします。それと表彰時の10チームにもう一度温かい拍手をお願いします。それでは一旦表彰の方は終了させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。表彰された皆さんはお席へとお願いいたします。はい、この後またまだまだ祭りは続きます。はい、そうです、続きますよ、まだまだ。はい、さあ、それではよさこい踊りの本場高知よりご参加いただいたチーム、またこの会場を盛り上げていただきます。それではよさこい踊りの本場高知より、はい、須貝座内連の皆さんはまたこの後、この会場を、盛り上げていただきます。そしてその後は、ここ久留米の大学ですね、久留米大学創価の皆さんも、演舞もございますので、まだまだ皆さんこの会場、よさこい、そしてその後はあんみつ姫賞もね、ございますので、はい、まだまだこの会場で楽しんでいただければと思います。さあ、この、ふるさと水間祭り、馬家門もまだまだ堪能できますので、どうぞ会場でお楽しみいただければと思います。一点ご案内ですね、このふるさと水間祭りでは環境に優しい祭りにも取り組んでおります。会場内3カ所のゴミステーションを設けております。燃えるゴミ、ペットボトル、瓶、空き缶の4分別、皆様ご協力もお願いいたします。そしてね、朝からご案内しておりますが、飲酒運転禁止